こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はレクサス ES をご紹介したいと思います。ES って今まであったかなと思われたあなたは鋭いですね。実はですね、レクサスブランド始まって日本以外ではずっと ES ってあったんですよ。なんですけれども、日本に ES っていう名前で登場するのはこれが初めてなんですね。でも実は国際的に見るともう7世代もずっと ES っていうブランドはあって、コンセプトとしてはですね、とにかく快適で過ごしやすくて、室内空間もある程度広さが保たれていると、まあ、とにかく気持ちよく過ごせて運転できるというのが、一番の特徴になります。サイズから言うと、まあ、LS があって、そして ES があって GS があって IS があるみたいなイメージしていただければいいと思うんですけれども、パワートレインはですね 2.5 リッターのエンジンに、モーターを組み合わせたハイブリッドですね。インテリアはですね、すごく落ち着いた印象ですね。こうなんとなくこう R を描いた昔のこの船をモチーフにしたみたいな、こういったデザインにアナログの時計を組み合わせたり、そうかと思えばですね、この辺りの切り替えスイッチなんかは LS とか LC みたいな、そういったものをちょっと彷彿させるようなものを盛り込んだりで、非常にですね、スイッチ多少並んでるかなって感じはするんですけれども、他はエアコン周り、ここはシートヒーターとかブラインドとかステアリングヒーターとか、それぞれのねゾーンに分かれているので、パッと見てどこを触ればいいのかなっていうのが非常に分かりやすいですね。さて、量産車に世界初採用のデジタルアウターミラーですけれども、ちょっとリバースギアに入れてみますね。はい、こんな風に変わるんですよ。いやー、本当にね、驚いたのは、パッと乗ってすごく自然に乗りやすいんですよね。すごくフラットライドです。なるべくその人間の目の上下動をなくすように、車の方がもう制御してあげようということで、今回スイングバルブショックアブソーバーっていうのが採用されています。すごくこの、ちょっと動く、そこのところをすごく、緻密に制御することで、本当にフラットなんですよ。なのでね、乗っててまず体が楽なんですね。そして大注目のこのドアミラーなんですけれども、これですね、まあ、モニターでね、左右この位置で、ドアミラーの、画像を映し出してくれてるというわけなんですが、まずね、右側は正直言って若干慣れが必要かなと思いました。でも左側はすごく見やすいです。頭をですね、左側のドアミラー見るときってすごいこう振らなきゃいけないじゃないですか。これを振らないで目をちょっと動かしただけでもうその位置に画面があるので、左側本当にとっても見やすいですね。まあタクシーなんかがずっとフェンダーミラー使ってるとこを見ると、やっぱ視線の移動量が少なくて見やすいんだと思うんですよね。まあそういった意味で、これからの時代のドアミラーとして、まあ、もっと出っ張りなくなっていくのかもしれないですけれどもね、まずは第一弾でこれぐらいが違和感ない形なのかなっていうふうにすごく思いました。しかし本当にこの車乗りやすいわ。いや、注目の最新鋭の装備を取り入れつつ、使いやすさには徹底的にこだわって、とにかくですね、居心地よく快適にドライブできる車だなというふうに思いました。なんか長時間この中で過ごしたいな、そんな気にさせられます。